こんにちは、山です。どうも、今日はあることを自分が考えたので、まあ、弟の圭吾に質問していこうかなと。まあ、インタビューみたいな形でね、今回は進めていこうと思うので、まあ、よろしくお願いします。お題というか、メインで聞いていこうかなって思うのが、まあ、文化入ってるじゃないですか。はい。で、まあ、文化について聞いていこうかなと思っております。ありがとうございます。で、この前ね、入学式ね、まあ、1年越しにやったからね、はい、まあ、そういうのもあって。しっかり答えていくよ。はい。まず早速、じゃあ、いいですか。お願いします。一つ目の質問。はい、じゃあ一つ目はマイクどうぞ。マイク、はい、どうも。まあ、ざっくりした質問ですけど、文化入ってみてもう1年経つんですけど、はい、いいか悪いかぶっちゃけどっちかで言うとどっちですか。はい、コロナっていうのもあるんですけど、いいか悪いかで言ったら入ってよかったです。おお、マジ入学してよかったかなと思います。素晴らしい。すんばらしい。すんばらしい。ちょっとハマってる最近。それワンピースだろ。いや違う。普通になんもない。ねえ、たーちゃん。まあ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 、普通に水飲むし。よかったってことで、じゃあよかったところを先に教えてもらいましょうか。自分でも。あ、そうだね。インタビューを渡すの。いいって言ったもん。誰にで渡します。はい、じゃあ捨てます。まあ入ってよかったなって思うとこは、まあそのシンプルに授業は楽しいです。おお、はい。マジで喋るよ。はいはいはい、授業楽しいんですね。なるほど。そしたら一番楽しい授業って、はい、まあなんか授業の内容だったりとか、なんで楽しいのかとか、まあちょっと詳しくね教えていただければなと思います。まあ一番楽しい授業はやっぱり文化ならではの作る授業、はいはい、造形の授業、なんかその文化の文化にある原型っていうパターンがあって、そういうのを写して知識が増えていってる感じがこう目に見えてわかるから、やりがいを感じて楽しいかなって思います。その造形っていうのは実際にこう服を作るための造形。そうです。スカートとジャケットとか、はい、今はワンピースを作ってます。はい、その原型っていうのは文化がもうすでに作ってるモチーフみたいなやつに沿ってその出されたお題を作っていくっていう。そうです、うん、なんかもう文化式原型っていうパターンの用紙があるんで、まあ、それを写してやっていくみたいなやつです。なるほどね。文化にみんな来てね。まあ文化すごいね、歴史も長いし、うん、分かりやすいように教えてくれると思うんで、そこは良さそうですね。じゃあ今いいところ聞いたじゃないですか。じゃあ悪いところを、まあ悪い授業じゃなくていいんで、なんかここあんま好きじゃないなと、ここちょっと行きづらいなっていうところあったら、はいはいはい、あ、まあ詳しくね、できるだけ詳しく教えてほしいですね。まあ特にこっち気になる人多いと思うんで。確かにね、はい、人間関係の話になるんですけど、はい、まあこう先生にしてもこう生徒さんにしても、本当にもうやることをやるっていう人が結構多くて、それ以外のことはあんまりこう話してくれない人とか、だから、ね、熱がない人もやっぱ入学してるわけですよね。自分は入学する前はみんながみんな熱があると思って入学したんで、まあ、ちょっとその分こうちょっと話が合わないなっていうことは多々あります。あとコロナっていうのもあると思うんですけど、やっぱこう授業ペースはちょっと早いのかなって思います。まだ分からんくて全然追いつけてないのに、あっという間に授業が終わることとかはあるんで、ある程度やっぱ知識とか予習をできる頑張れる人が、まあ、向いてるのかなって思いますね。なるほどね、はい、予習って難しそうだけど、確かにその高校生からねやってた人っていうのはまあ何人かいるみたいで、だからそういう人にはギリギリ分かると思うんですけど、うん、まあ、そういうね気持ちとか実際にやるっていう気力は必要なのかもね。その通りです。その通り。じゃあ今いいとこと悪いところね聞かせてもらったんでね、まあなんかもう大体メインどころは終わっちゃったんですけど、まあなんか文化ね、こうコーディネートでこう色揃えましょうとか、タイトルこういう感じでやっていきましょうっていう、なんてんだっけあれ、ドレスコードですね。そう、ドレスコードってあるんですよ。で、まあ文化ならではかわかんないですけど、どうなんですか。多分文化ならではなんじゃないかなってぐらい有名、はいはい、高校生とかも参加してるぐらいだし。なるほどね。そう、多分すごいね高校生が。うん、それにねなんか参加したりとか、うん、あとまあ短大の方で自分がまあ結構率先的にね紫のねドレスコードとかしてたけど、実際こうドレスコードを参加してみたりとか、はいはい、こうやってみてまあ楽しいとは思うんですよもちろん、はい、ただなんかこうやっぱ大変だったりとかするところもあるだろうし、楽しいところもあるだろうし、なんかどういう印象を持ったか、まあ第一印象とか教えてもらえると、はいはい、みんなドレスコードしてくる人はこうちゃんとこう全部紫とかで、もう色の合わせとかやっぱ上手いなって
って思うし、はいはい、みんなおしゃれだなって思うんですけど、やっぱりあの熱量がさっきも言ったんですけど、やっぱその本気な人ほど結構リメイクだったり、こう自分で紫のアイテムを増やそうとなんかいろんな小物を入れてきたりとか、シンプルに紫のセット、紫のパンツとかじゃなくて自分のオリジナルの服を着てくる人が2割ぐらい、2割3割。あ、そうなんだ。まあ2、3割なんだ。結構少ないんだ。結構もう古着で固めてくる人が多いイメージ。2、3割の人、参加してる2、3割の人が、なんて言うんだろう、ちゃんと超こだわってる。そうそう、参加してる2、3割ぐらい。あ、なるほどね、うん。もう文化多すぎて何割参加してるのか全く分かんない。なるほどね。そう。やっぱりその短大専門、その4大で、やっぱり差とか分かったりとかする。で、なんか結構、店員とかにも聞かれるんだけど、はい、あ、大学の方ねみたいなのとか、あ、服装学院じゃないんですかとか結構言われるけど、え、正直大学の方もおしゃれな人は多い、結構おしゃれな人多いからこそか分からんけど、服装学院か大学の方かで差があるなと思ったことはあんまりないかな。なるほどね。そしたらなんか、うん、いろいろ行動できなくて肩身狭いと思うけど、はい、前回ね聞いた時海外行きたいみたいな言ってたけど、こう今年何もなかったけどその考えは変わらずなのか、もしくはそれとも他の進路今のところ考えてるのか、今のところどんな感じで考えてるか軽く教えてください。まあなんか大学の結構いいとこだと思うのは編入ができるんですよ、はい、だから4年大学の方に編入するっていうのもあるし、服装学院にもう一回1年生から入り直そうかなっていうのも考えてて、まあ、それなんでかっていうと、まあ、コロナで海外に行きづらい、まあそうだねってのもあるし、まだ英語もまだまだできんけんが、 3,4 年で編入して先に洋服のことを日本で学んで海外に行くのもありかなって最近思ってきました。就活してる友達も多いです。この間友達はマルジェラの第一次受かったっては言ってましたね。短大の子なんですけど。なるほどね、はい、まあそしたらコロナ次第なところもある感じだね、うん、まあこれ以上コロナが長引くようだったらね、まあその間また英語もね勉強できればベストそうだけど、まあ海外次第あと、まあ、文化はこう大学に入っても服装学院の人とか仲良くしてくれたり、うん、おしゃれな人が多くて話しかけてきてくれる人も結構多いけんが、友達とか人脈広げるなら文化は結構おすすめかもしれませんね。まあ確かにこうファッション系だとね、うん、そこの人脈は広くなりそうだよね、うん、まあねこの状況だからできることもあるしね、うん、本当にそう、うん、みんな気になるのこんな感じかな。あと好きなものはラーメンです。どしどし応募してますこれぐらいにしていいかな、もう最後話すことはない。好きな食べ物はラーメン。はい、以上です。